はい、デモクラ TV ご覧の皆様、明けましておめでとうございます。ヘンリー鈴木です。お正月楽しく過ごすことできましたでしょうか。今日は、この雪の中目黒から、お送りいたします。まあ、中目黒、これ横のね、目黒川流れてるんですけど、春はこれ桜が名物になるんですけどね、今日はもうなんか雪化粧して、もう真っ白ですごいね、綺麗な感じになっております。2022年の1回目となるスポーツ塾、今回も中目黒の、デモクラ TV スタジオからお送りいたします。よろしくお願いいたします。コメンテーターはおなじみ、ご意見番の東京新聞編集員の稲駒仁さんです。よろしくお願いいたします。そしてサッカープロデューサー、ジャーナリストのカルロックス矢吹さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてね、今日今冒頭で私、あのいつもだったらこれ東京中日スポーツ のヘンリー鈴木ですってご紹介してたんですけど、今回はただのヘンリー鈴木ですというところから始まりました。はい、なぜ、まあ、あのなぜかというと、あの去年12月31日をもちまして、私あの、まあ、中日新聞社を退社いたしまして、1月1日からフリーっていう立場で、やっております。まあ、それでもこの番組はね、何も変わらないとは、思いますので、引き続きよろしくお願いいたしますということで、私も会社のご意見番ということで、はい、今度は会社ではなくてね、はい、あのフリーの鈴木さんに。だからもう、だから、ね、稲駒さんは元あの同僚っていうなって、うん、で今度カルロス矢部君はあ、まあ、フリーの大先、まあ、競争相手です。競争相手でもう大先輩ですね。私とっちゃね、よろしくお願いします。いろいろあのアドバイスとかね、また自由を吐き違えて勝手なことをいっぱい言うだろうから、私は相変わらずご意見番ということでね、立場あれでもなんかフリーになって少しは変わるかなと思ったら、全然なんかやってること変わらないんですよね、結局ね、うん、結局はなんかいろんな人と飲んだりとかそういうことばっかりやっていて、電話したりっていうそればっかりです。そら、ね、はい、飲むのは変わんねえだろ。何も変わらない、はい、ということで、やりたいと思いますけど、まあ、早速ね、まあ、今年毎年あれですね、このスポーツ塾年始の最初の話題って大体決まってるんですけど、まあ、箱根駅伝からっていうことになるんですけどね、あの箱根駅伝、まあ、早速ちょっとその話題で言ってみたいと思うんですけど、ちょっとね視聴率がね、去年はこれ歴代1位の 32.3% だったんですよ、関東地区の平均が。まあ、ステイホームだった、ステイホームっていうことがあってね、やっぱりそれで史上1位っていうのは取ったんですけど、今年関東地区で歴代17位っていう、27.3%、まあ、だから去年の 32.3 から 27.3 で、まあ、結構落ちちゃったっていうところなんですけどね。それは初日も2日目も全体にもう、ね、ポイントオールも袋も落ちていて、じゃあ勝だからっていうことだけじゃないね。でもね、結構まあ最後の方はやっぱり結構落ちてたから、やっぱり青学がねあまりにも圧勝だったろうのがちょっと影響してるかなって感じしたんですけども、まあでも青学強かったですね、それにしても ね2年ぶり6度目の総合優勝ということなんですけども、これ2位の順天堂大学に10分51秒の差をつけて、でこれほどの大差つけたっていうのを88年の順天堂大以来なんですって。この時は2位の東洋大に17分9秒差ってます、ね、それはまたすごいね。で17分って永遠に来ない感じですよね。でじゃあ、ね、もっと大差つけた時あったのかなと思って調べてみたら、そしたら1938年、うん、むちゃくちゃ昔になりますけど、全然、ね、これ第98回大会ですから、まあ、そのぐらいのね、本当もう昔からやってる大会なんですけど、1938年に日大が専修大に37分59秒差をつけて勝ってるっていうのがあって、これが記録らしいですけどね。なるほど、はい、なるほど、まあいろいろ上には上があるもんだなっていうふうに思ったんですけど、10キロ以上の差をつけて、ね、でずっと見てました。あ、結構見てました ね、 見てやっぱね、あの、まあ、2日目かも、いや、はい、そう、まあ、やっぱり2日目で決まっ数勢が決まっちゃうとね、まあまあ、うん、あと出かけだしカルロス君なんかあれなんじゃない、箱根駅伝であの時期2日3日なんか忙しかったりしてあまり見られなかった、僕今年もうハイライト後で見ただけで、うん、実家に帰ってたんですけど愛知県に、甥、うん、っ子と姪っ子の面倒を見なきゃいけなくてあの映画館に連れて行ってあげてほしいっていう、まあ、映画館もう普通にやってましたからね、うん、で去年はもうそういうのやってなかったじゃないですか、うん、でもうすごい混んでましたやっぱショッピングモールとかも、うんうん、まあ、去年の反動が来てるんだと思うんですけど、ね、見られなかったね。でも青学ってやっぱり今回、まあ、最初からあの原監督がパワフル大作戦とかね、うん、言ってこう勢いがすごい良かったんだけど最初から、うんうん、まあ、見るとこれ16人登録メンバーの16人全員が
あの1万メートル28分台っていうのがやっぱり一つのね、まあ、強さで、ただこれ見ると27分台って一人もいなかったんですよね、うん、あのベストタイムがね、うん、で一番ベストのが28分10秒、うん、なんか4区かなんか走った選手かな、うん、で他のチーム見ると27分台っていうのが駒大がこれ2人いるんですよね、27分台がで、早稲田なんか3人も27分台がいたのに、これシード落ちの、ね、13位ですからね、今回ね。やっぱり、まあ、でもあの距離を走るし、あの人数だからやっぱりある程度は安定してた方がね、うん、そうですね、何が起こるかは分からんから、ね、だから飛び抜けた選手はいらないんだな、やっぱり箱根駅伝っていう、まあ、どっちかと、うん、数というか ね10人がまあ粒揃い、まあ、登録16人が粒揃いっていうのが強いんだなっていうところが一つあって、うん、あとなんか青学大の今回のこのちょっとこういろいろ見ててあのトレーニング方法とかなんかいろいろちょっと書いてあったから読んでみると、そうするとこの厚底シューズ、うん、やっぱりこれの対応が今回結構良かったっていう、それはもう3年4年前からに、うん、から まず出始めた頃いち早くみたいなこと言って、ね、やったでしょ、ええ、ところがこれ厚底シューズってあれなんだけど2018年ぐらいからだっけ、あれ出てきたの、ナイキがね出してきて、でみんなこぞって履いたじゃないですか、ところがあれってこうクッションはいいし、早くは確かになったんだけど、重心がその分高くなったりしてフォーム自体は結構変えなきゃなんない選手っていうのはすごくいたと、あと長い目で見るとちょっと膝だとか腰だとかに負担くるんじゃないかと言われて、青学なんか去年負けたのもやっぱりそういう厚底シューズへの対応がまだ十分じゃなかったっていうところで、かなり科学的なあれを取り入れたみたいで、それはあの痙攣を起こしたのは負けだったし、そういうのも9区で、だからインナーマッスル、インナーマッスル、5区です。でインナーマッスルだけを鍛えてもなんか厚底シューズの場合それちょっと対応不足になって、うん、やっぱりその全体の、うん、その下半身のフィジカル全体をもう一回全部強化しないと厚底シューズにはこう適用できないんだっていう結論に達して、うん、今年はかなりそっちの方をやったらしいですよ。はい。なるほどな。で区間賞を取った選手を見てみると、まあ、あの9人厚底を使ってるんですよ。あで今年はナイキ以外にアディダスとかアシックスなんかもこの厚底の新しいのをなんか投入してきたんで、うんまあ、ナイキ以外にも結構使った選手だけど、で1人だけ、どうか創価大の島津って選手がこれが水野の履いてて、うん、これは厚底じゃなかった、うん、でその理由は問われると厚底にするとフォーム全体をやっぱり根本的に変えなきゃならないから、自分は一番走りやすいのが薄底っていうかね、普通のやつだからそっちで走りましたみたいなこと言って、まあね、やっぱりシューズ変えるとそれだけ非常に対応っていうのは難しいし、それにうまく対応できるかどうかっていうのも一つのね鍵だったなっていう。あとオリンピック選手やなんかももう今や厚底の方が多いんですよね。そうですね、厚底はね、だから主流は主流なんだね、だからあっちの方オリンピックの選手なんか、まあ、むしろそのためにこの準備期間があるから、まあねね、フォームなんか変えることができるけど、やっぱり箱根駅伝の場合4年間ですかね、学生だからね、その間にこう早期に対応しなきゃならないって難しさはあるんだと思います。あとなんか今年もね、搬送者からのこの監督の言葉が結構もう、話題になってからよく聞いていて、今年もガンガン言ってましたね、あれね、監督はね。まあ基本的にはあれでしょ、こう鼓舞するというか ね、あと勇気づけることが多いけど、ただまあ今年はあまり目立たなかったというか、変にあの中継の日テレもそこにフィーチャーしなかったのがあったけど、大八木監督の男になれ、駒大のね駒大か、大八木監督ね、男になれね、だから男だろぶっ倒れてもいいからお前やれとかね、この人がよく言うセリフでね、まあね、ね、でもこれね、じゃ声かけって僕が覚えてるのは、昔ほら瀬古利彦が早稲田大学で走った時ね、走った時ってあの時中村清監督だったじゃないですか、明白楽、あの中村清さんもすごい声出してたじゃないですか、あの頃ジープで、ジープに乗ってて、であの人ってさ
あの都の西北歌うんですよね、増田の紅白をね、効果をね、すごいと思う、後ろで都の西北の効果流れてさ、で、瀬古にさ、お前についてくるやつがいたら、そいつは世界一のやつしかいないとか言って、こうガン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 やってたんだよね、あれ、中村さんね。あれが中村さんがある種走りなのかな。多分あれが一番僕は覚えてますね、やっぱり。印象的ではね、効果を歌って、その前で走るっていうのはすごいなと思って。しかも調子悪いからね、逆に調子崩すんじゃないかなって心配をしたけどね。まあ選手はね、うるせえなと思いながら走ってる人多いと思いますよ。ね、そうだ、うん、あれってでもルールあるし、一回中止になったの知ってる？あれ監督の発想だから。あ、知らないです。いつ？あれね、1990年に一回中止、あの禁止されてたんですよ。要するに搬送車自体があれいるとその交通渋滞とかそのぐちゃぐちゃになるからっつって一回中止されたんだけど、そうしたらリタイアする選手が相次いだんですよ、しばらく。うん、すごい、あの当時、その当時の記録見ると途中でリタイアっていうのは多くなっちゃった。でこれやっぱりいるんじゃないかって話が出てきて、それはやっぱりあれが結構選手をいい効果があったっちゃう。だから2003年から復活、13年後に復活させたんですよ、2003年から。だから復活させた理由っていうのがやっぱりそのリタイアする選手がちょっと多いからっていうことで、コーチが必要なんじゃないかって言って、本来 の、 あの原因であった交通渋滞を、うん、まあかあの、まあ整備して そちらの方はなんとかして、で、あとルール厳格にしたんですよ。 あれってなんかいつでも言ってるように見えるけど、うん、あれ実はあのルールあって、奇数だから 1キロ地点、3キロ地点、5キロ地点で、そこから倍から5キロぐらい、10、15、うん、で、あと残り3キロ、残り1キロ。じゃあ渋滞問題とこう、うん、こう整合性を取る形でね。そう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 、そこでしか行っちゃいけないと。それも時間決められてて、うん、1分間なんですよ、制限タイム、うん、1分ちゃんとあの搬送車乗ってる人が測ってて、1分過ぎたらもう終わりってこう止めてる。あ、いつもやってるわけじゃないわけ、ね、そう。でこう例えば3人4人いるじゃない、あの集団になっちゃったりしてるじゃない、その時は1分やったら次はあの後ろについてたのがこうやってローテーションでこう車が入れ替わり立ち替わりで1分ずつを、うん、それはあれですか、91年に再開した時に、あの2003年に再開した時、それだけルールをちょっと厳しくして、で名前も運営管理者っていう、搬送車じゃなくて運営管理者って名前を変えたんですよ。それで運営管理者、運営管理者って、そうそう、あのなんだレース中は言ってたわけね。そうそうそう、監督って言わ、監督で言いながら原運営管理者って言い直したりとかね。そうなの。ああ、なるほど。だから全体にそうやって、ね、ルール変えちゃってるんですよね。結構ね、いろいろあって。ね、でもその監督の言葉みたいなのがニュースになったの、うん、割とここ最近ですよね。そうだね、うん、やっぱり声を拾って、それをまた日本テレビ、中継する日本テレビが結構わんわん流すようになったから、まあ、原さんがね結構面白いことを言ったりするっていうのもあって、それで、ま、謝ったのが、謝ったっていう言い方が悪いかしんだけど男だ男だっていうのをテレビ局がフィーチャーしてさ、うん、 それはちょっと違うだろうっていう、ちょっと不快に思う人もいるし、うん、我々もちょっと時代錯誤かなと思っちゃうっていうかね、うん、で原監督もあれ最後必ずお疲れさん、よく頑張ったなって言ってからやるよね、まあ、まあまあ、ね、あれがちょっとホッとするっちゃホッとする一瞬ではありますけどね。あとあれ、あの割と意外とみんな間違う道、あの最後のゴールの 200m のところ、寺田ロードね。そう、寺田ロード、馬の寺田ロード、あそこで今年もあったっていうのはね、うん、でも法制かな。そうそう、あれ意外に継がれてるのは、あの国学院の例の寺田の時も、うん、彼が大きく間違ったんだけど、はいはいはい、10位にギリギリ、そうそうそう、あの抜いたんですよ、1人、そうそう、最後 200m で、そうそう、彼がそれで落ちてしまってシードを失ったら結構なことになってる、ね、うん、あの踏ん張りで救われて、今回も、今回あれか、日テレのアナウンサーが違う違うってもう言ったし、それで気づいたわけではないけどね。残り 200m のところに交差点があって、大手町の交差点があって、それをまっすぐ行かなきゃなんないのが、あそこでみんな前に行く白バイとかなんかが全部右折して離れるから、それについていっちゃうんですよね、選手が。それを一緒に右折しようとしちゃうんですよ、選手が結構、あれは。で今回は法政の選手があれ10位で来たんですよね、確か抜いてね、10位で来て右に曲がろうとしたところで日テレのアナウンサーはまあ叫んでたけど、あれは聞こえるかどうか分からないけど、あれじゃないけど、あの係がとこんなことやってた、一生懸命ね、確かに今大きく出るようになったよね。そう確かに一番こうさ、やっぱりシード圏内の選手たちがそうなりやすいなり、もうそれだけ懸命だから、そうそう、でも意識がほとんども飛びながらやってて、ね、でしかも あそこでキュッあの違う行けばね、ついていっちゃうわね。そうですね、だから運営もちょっと学習能力がないんじゃないんですかって言いたいわね。
一生懸命多分もうみんな気をつける気をつけろってやってんだけど、なんかついてっちゃうんだよね、ずーっとね、あれね、車にね。まあでもあれも10位のまま、その法政の子も、あのね、いった8年ぶりの主導権、OB でしょ、法政の OB です。僕はね、あの早稲田なんかはね、ほんと13位先行ったら13位で沈んだから、もう法政に負ける時が来るとは私としては思わない。まあまあ別に入れ替えるわれわれ、ね、まあね、あるから別に。まあ今回もね、落ちたところとか見ると、かつてね山梨学院大学なんてね、まあ、あんな強かったのにこんな落ちてるし、ね、まあ箱根駅伝は、箱根駅伝はね、箱根駅伝はもう全然いろんな学、ね、大学入れ替えっていうかね、昔の競合はなんとか全然あまりこう判断基準なんで、ね、本当難しいですよね、あれ。だからどっかでだからこの年代は優勝を狙うっていう年代とか作っていかなきゃなんないんでしょうね、きっとね、うん、そういうね。あとでもさっきあれ出たから、うん、あの実況出たからあれだけど、うん、やっぱりあの日テレの実況でね、うん、やっぱりまあ盛り上げるってのはあるんだろうけど、うん、あのいちいちこう、あのこう、うん、順位が入れ替わるためにあの、絶叫をしてね、あれがちょっと余計だなというのはね、必要ないじゃないですかと。どこまでどういうふうにこう、なんていうの、こうその実況のやり方を、うん、その決められてるかちょっと分かんないんだけど、うん、後から確かにワイドショーなんかでまたしつこくやるじゃないですか、日テレ何日間も、うんうん、ある時見るとその各大学に焦点絞ってて、だ、ね、その各大学が切り取った時にね、そうそう、切り取った時に抜いたって、このやっぱり、うん、まあまあ、これが必要だからわざわざやってるのかなとか、まあ、ダイジェスト用にね、うん、やってるのかなとかね、いろいろ思って。ただ生で見てる人からしたら、うん、そのテンションで見る競技じゃないじゃないですか。まあ、そうですよね、うん、ずっと見てる人ほど、まあどちらかというとやっぱり、まあ、長距離っていうのはさ、ある意味ではこう、長い、スタンで見ればこう、あの平坦な状態が多いから ね、 そうね、でもそこでいろんな、そこでもこうデータを入れてね、うん、あの必要なデータを入れて淡々とやりゃいいと思うんだよね、うん、だからね、特にもうテレビなんて情報はこの画面に溢れてるわけだから、うん、そうそう、いちいちあれだけ言う必要ないのに、うん、なんかあえてなんか言ってるなとかってところは、まあ、前にも話したかしんないけど、うん、要するに実況っていうのは実はあの必要なデータであって、必要に大きい声で言うのも全部、うん、あの必要情報として必要だから、あの、大きな声で言って、必然性がみんな実はあって、うん、はい、あのよく言われるのは、あの前畑頑張れというのは、うん、あれは前畑頑張れ頑張れって言って、うん、感情移入してんじゃなくて、うん、あの当時は要するにラジオで、うん、あの中継で音が途切れる、うんうん、で頑張れ頑張れって言ってることによって接戦だということを伝えたい、うん、接戦だというような説明をするような余裕がないからね、はい、途切れちゃうしね、うん、でカタ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 ってあれ12回言ったのかな、はい、あれも勝ったっていうのは優勝したっていうことを伝えた、はい、うん、であのサッカーでゴール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 っていうのは、はい、特に南米でよく言うんだけど、うん、大きな大会は当時ヨーロッパで開かれてたから、南米はそれが中継が途切れると、はい、それでゴールという大事なものを伝えるために、あれ、うん、叫ぶというのも必然性のある叫びだよね、まあ、 うん、それを履き違えてテレビでみんな見て情報は分かってるのに、うん、だとそれは余計な話になる、ね、まあ、そこはテレビとラジオのもはっきりとした、ね、違いですよね。でラジオもちゃんと聞こえればちゃんと話せばいいんだよね、うんうん、一番大事な情報を伝えるってことと、であってね、サッカーのゴールゴールゴールってのどっちに入ったか分かんない時ありますよね。どっちに展開見れば分かるから、見れば分かる。ゴールじゃなくてラジオで言ってる時はさ、あ、ね、まあまあまあね、ゴールゴールゴール、あのドーハの悲劇だったじゃないですか、あの日本がワールドカップの時、あの時僕ラジオで聞いてたんですよ、うん、実はね、うん、ちょっと車乗って、うん、あの時最後のもう最後のロスタイムになって、うん、日本が同点ゴール決められて、うん、まあそうね、でしょ、あのワールドカップ逃したじゃないですか、うんうん、あの時もうラジオ絶叫したのただゴール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 なんですよ。あ、うん、だからもうまあ実況したの諸岡さんっていうね、諸岡正夫さんって日本放送のアナウンサーだったんだけど、ゴールされてる時はゴールされてたって、もうちょっと言いようがあったのかなっていう感じ、そうそう、だから諸岡さんだったから聞いたんですよ、あれどっちがゴールしたの、最初は日本がゴールしたかと思ったって言ったら、そしたら諸岡さんの頭の中も完全にもうロスタイムであと数秒で終わるから、うん、日本初めてのワールドカップ進出っつって、もうそれをどう言おうかっていう頭の中そればっかりだったんだって、うん、そうしたらそこへこうポーンとこう入ってきて、入ってきてもう頭真っ白になって、ただゴール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 ってこう言う猫することしかできなかったっつって、
それは大いなる失敗というか、そうそうそう、だから本人も反省してるわけだから、いやだから何かを狙って言ったんじゃなくて、そうもう頭が真っ白状態になっちゃったんだって、それが数秒で、なんだ、うん、まさかっていうやつでね、残念な話しか言いようがないね。あの YouTube ニコニコ動画かなんかにね上がってるんですよ、その時の音声も一回聞いてみるとね、まあ、確かにこういうのどっちがいまだに聞いてもわからないなと思いますけどね。まあそういうね、いろいろ話題ありますけど、まあ箱根駅伝そういう感じでねやってきたんですけど、まあせっかく今日も第1回目、今年の第1回目なんで、まあ今年のあるこれからのスポーツなんかもね、スポーツ界なんかも少しずつこう占いながらやっていきたいと思うんですけど、まあやっぱりまず2月4日からの北京オリンピックからですね、うん、はい。あんまりでも盛り上がった感、盛り上がってる感ないですね、やっぱりね、東京オリンピックってまだまだこの時期ってね。まあそうですね、うん、でまあ種目とか見ればね、フィギュアであんだけ、うん、羽生結弦がねあんだけ、うん、怪我で不安視された中で、はい、で宇野昌磨もね、怪我、あれも怪我、彼もね、うん、怪我。そういう意味ではね、うん、まあフィギュア、男子フィギュアがトーンとまあその辺あるけど、うん、だから一番のまあ、うん、大スターのところがね、調子が良くなってきたから、うん、もうちょっと盛り上がっても良さそうな気がするんだけど、ね、うん、まあでも冬のオリンピックっていつもこんな感じなんですよね、なんかね、直前は、あの直前は1月はダラダラやってて、まあ、今まではやっぱり羽生結弦だの、まああと女子フィギュアとかでね、うん、結構話題になってたから、うん、だんだんもう3連覇目になってくるとあれなのかな、うん、あとまあね、東京のオリンピックやったばっかりだっていうのもあるかもしれないけど、なんかこう、うんうん、オリンピックっていう響きに新鮮味がない、あとはあれかな、やっぱりこのだからやったらそこの政治的な意味合いが影響してるとは、うん、まあ思えはないけど、うんうん、やっぱり中国でやるってことに対するちょっと今冷ややかな感じ、あ、まあね、あ、外交ボイコットとかね、うん、あれもありますよね、プラスコロナもこれやりて、うん、どうなるんですかねっていうのもあるのかな、うん、まあでも外交ボイコットもあれ今ボイコット表明してあの首脳陣を政府首脳を北京に派遣しないって言ってるのはアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、うん、あと日本か、うん、そう、日本はまあ若干中途半端な、中途半端ですけど、ね、今日本言って5つぐらいじゃないですか、まあそうね、だ意外と追随 してこないんですよね、これ今回はね、そういうアメリカ、まあ、だから意味合いがね、うん、意味合いがそんなになまあ中国のもう皮肉でね、うん、別にお願いもしてないし、だからどうなんですかって言われちゃうからね、うんうん、ちょっとパフォーマンスにしても弱いからそうですね、ということもあるんじゃないかな、まあ、ボイコットの理由っていうのがもともとウイグル族への この人権と、まあ、他にもあるんだけど、まあね、その人権問題ですよね、うんうん、だけどもう少しアメリカも他の国に俺ついてこいみたいな感じでやるかと思ったら、うん、やっぱり一つはやっぱりこう言葉では中国を非難するんだけど、うん、そこまでやるんだけど、やっぱり外交ボイコットまで行くといろんな経済的な関係でね、随分とやっぱりフランスなんかもそうだし、うん、イタリアもそうだろうけど、うん、やっぱり結構投資をね随分しちゃってるから、うん、やっぱり中国をそう実際には口でね、うん、その人道的な問題やなんかを非難しても、うん、実質的なこう関係悪化はしたくないっていうのがどうしても出てきちゃう、ね、うん、あとまあ中南米アフリカはズブズブですからね、まあ、まあ中国とね、だからそうなるとやっぱり数は稼げないですよ、そうですね、あの辺りはみんなそうだしね、うん、あとは旧ソ連もそうだし、でまあヨーロッパの大国の中でもそうやって実際問題は民間のレベルもまあ半分国のレベルも含めて相当投資を入れちゃってるから、ね、うん、そうですよね、まあ、フランスだってね、次24年のパリ大会があるから、そうそうは ね、イタリアも次の冬季もあるしね、冬季もあるしね、だからそうそうはなんかみんなついてて、だからまあ、アメリカにしてみても、国内向けにちょっとアピールした感じぐらいなんですかね、そういう、ちょっと、ね、まあまあね、中間選挙もあるしね、うん、だからそういうことも。ね、ですね、日本はでも政府首脳行かせないという、誰か送り出すわけだから、誰が行くんでしょうね、あれ。あれ橋本聖子だとか山下だとか、まあ、その辺でしょうね、うん、あと室伏、スポーツ庁長官室伏、うん、あと、まあ、組織委員会と橋本聖子さん、うん、で山下康弘 JOC 会長は出すような、まあ、まだ決まってない、決まってないですよね、うん、正式ね、
まあそうだからまあただまあこの話ばっかり結局はなっちゃうとね、またオリンピックと政治って話ばっかりになっちゃいますからね、なんかあれだけどね、もうなんかでもこれあれですよね、あの風物詩みたいになりましたね、オリンピックのね、もうオリンピック始まる前にね、あの国でこの国がこうだとかね、まあこれずっと続くのもなんだなっていう感じするし、まあ、なんか措置の時やったからね、さやったというのはさ、ああいう状態でもロシアではやったら、もうあの時は確かウクライナの問題なんかあったからね、うん、それでもなんだからね、まあ日本も難しいですよね、でもね、中国とのそんな経済にやっぱり寄ってるところあるじゃないですか、頼ってるところ日本も、うん、そんなあんまりね、あの強くも出られないし、まあ、そこでね、まあでもアメリカの顔も見なきゃなんない、だからってところでね、すごい、あとごめんなさい、東京オリンピック僕ちょっと調べてくるの忘れてたんですけど、うん、今回ロシアはロシアとしてちゃんと参加できるんですか？できないでしょ、今回もダメですか、あれはまあまだドーピングの問題だからね、また個人資格の参加になるじゃないかな、だって動く最近の世界選手権やなんかもみんなそうだったでしょ、あれあのなんだっけ、体操もそうだったよね、まだね、まだあの解除はされてないですから、まだですね、パラリンピックも合わせてダメじゃないかな、まあ、あとはコロナだろうね、中国はね、あとなんか北京のあれ聞くと、あんまり北京の中でもあんまりこのオリンピックの盛り上がりってあんまりまだ出てないって言ってるから、まあそれ特にちょっとコロナが中国の中で増え始めてて、あの西安だけ、西の西安、あそこだと今市民1300万人がもう10日ぐらいロックアウト状態で外出禁止令出てるもんで、だから航空便も全部運航も停止されてるし、だからまあね、習近平主席はなんか安全で華々しいオリンピックやりたいって言ってるけど、本当に大丈夫なのかなと、チケットの販売方法もまだ全然出てない、1枚もだからまだ売っていないし、で海外からの客も入れないしっていうところで、なんか北京の中でもまだもう一つ盛り上がりいってないっていうこと、まあ、まあやれることというのかな、あのやっちゃえることは全部やっちゃうからね、つまりまあ一つは隔離だとかなんだかとか、まあそう人権をね、そう、まあ尊重しないでもやれるしね、で かつ数字のデータやなんか出たら出たでその数字もコントロールするだろうからね、まあそうですね、だから本当のところはよくわからない、中国のことだからもう いざ始まったらドカンとやると思うんですよ、やっぱりね、今年あそこ共産党大会もあるでしょ、あそこは、そうそうそう、ね、いやそれはやるんだろうけど、ね、その前の要するにコロナの実態がどうなってるかは、よくわからないわからないけど、ね、からないままやることは華々しく多分やるんですと思います、まあね、北京オリンピックそういう形でやって、でまあ北京オリンピックの開幕直前にはね、今度はプロ野球の話題になる、プロ野球がキャンプインするんだけど、これはこれでまたちょっとね、なんか大変なことになってきてますね、プロ野球のキャンプインもね、沖縄 あの陽性者がコロナ陽性者がすごい増えちゃってるから、爆発的に増えちゃってるもんで、沖縄何球団、はい、9ですね、9球団、うん、12中9そうだ、去年はもう無観客でね、全部やったし、まあそういう中で一応斉藤コミッショナーは、まあ、このエビデンスなんかを見ればまだまだそのまあ、重症者が少ないっていうのもあるし、今回のオミクロンっていうのはだからそこは自治体と相談しながら、まあ、とにかくフルに観客を入れるっていう形でこれあのレギュラーシーズンも含めてそれを目指していく姿勢には変わりないとは言ってるんだけど、まあ、こういう形で増えていくと果たしてキャンプどうなるのかっていうのはちょっと心配事になってきますよね。さすがにキャンプ地を変更するってことはできない、それはもうできないよね、だって沖縄の人たちの生活を支えてるっていう意味もありますからね、キャンプってね、だからここで下手に無観客とかやっちゃうとまたホテルみんなキャンセル、飛行機キャンセル、あれ去年はどうだった、無観客、これはもう最初の結果、無観客ででもみんな沖縄でやって、そうそうそう、で沖縄の当時ももう結構多かったけど、ね、だから打撃はかなり食らっちゃったんですよ、だもう一昨年の段階でね、あのカルロス一緒に行きましたね、一昨年ももう結構あの段階で、あの時ほら中国からの観光客が消えたから、キャンプはまだあのいたんで、お客さん来たんだけど、中国の観光客消えただけで僕が泊まったホテル1軒の中に6人しか泊まってなかったとかね、もうみんなキャンセルされたって、でここでまたキャンセルしちゃうとちょっとね、
経済的な打撃は激しいし、またプロ野球 の、 あのキャンプグッズが大量に余るみたいな、うん、だから球団のとっても厳しくなってくるしっていう、すごく難しい、ね、形になってくるんじゃないかと思いますけど、うん、まあでもあの話題としてはおそらく、ね、新庄、日本ハムの新庄監督で、うん、ガンガンに話題は盛り上がっていくんだろうなっていう感じはします。まあそうなるでしょうね。その点立浪新監督は、まあ、日本ハムもあれですよ、日本ハムも沖縄ですからね。そう名古屋だからね、沖縄の。まあ立浪新監督もね、ちょっと新庄監督の陰には隠れちゃってる感じがするけど、まあ、まあうん、まあ、オープン戦だって例えば直接立浪監督対あの中日とあるかな、中日と あるよね、必ずやってるもんね。初対決、ね、オープン戦中日日本ハムのはずです。 だからそういうところでまた新監督同士っていうことで盛り上がったりはするんじゃないかなっていう感じはします。まあそういう感じでプロ野球は、まあ、新庄監督の話題でスタートして、まあ去年は、日本シリーズ出た両球団とも最下位からの優勝だからね。だから各球団とも最下位からだって優勝できるんだっていうところも多分あるだろうから、うん、そこは盛り上がっていくんじゃないかと思います。でまあね、大リーグもその時期には、まあ、キャンプ開幕戦となってるし、こっちはまあ大谷翔平が、まあ、僕は本領発揮のシーズンだと思うけどね、今年の大谷翔平は。どうなる、マークも相当さらに厳しくなる、ね、うん、まあ、なるけど、ね、今まで大抵は去年がピークだったとは言う人もいるけど、おそらくまだ彼の場合手術明けの昨年は手術明けのシーズンですからね。だから彼自身もまだそのフルにやるっていう形じゃなかっただろうから、おそらく今年の方がピッチャーとしては多分ピッチャーとしてはどこに行くだろうし、ピッチャーとしては結構、ただバッターとしては研究もされてるし、あれが未知数なんですよね。あとね、エンゼルスもうちょっと補強してあげないと。いや今そういう聞こうと思ったら、補強は少しは、うん、強化できそう。ピッチャーはできてます。あ、それはしょうがない。そっちは半分どっちでもいいんだけどさ、うん、ただMLB 全体が今市場ちょっと止まっちゃってるところがあるんで、打線の ね、少なくとも、いや今彼は大体3番多いんだっけ、うん、2番3番多いです、ね、だからその前後、まあ、特に後ろだよね、後ろを強化してくれないと、ね、MLB は今ね、ロックアウト状態だからね、うん、だから鈴木誠也もちょっと移籍の方が止まってます。労使協定が書き換えで、そこがもういきなりオーナー側の方は全て停止するってなって、球団施設も一切今使用できないんですよ、うん、選手たちは一歩も立ち入れないんだもんね、うん、今ね。だからで交渉も全て停止状態だから、うん、多分2月に上旬にはこれロックアウト解けると思うから、うん、ここから一斉にわーってみんな契約する状態になってくる。ただやっぱりまあ選手からしたらそのふわっと浮いてる状態嫌じゃないですか。嫌だよね。その間に巨人とかソフトバンクとかしっかりした選手取りましたからね。そうだね、そうだね、うん、あれは正解だったね、うん、ただなぜか知らないですけど、うん、中日ドラゴンズだけオミクロン株の流行のため、うん、調査凍結というニュースが出てて、これはなぜだと。他の11球団普通に取ってますからね、うん、まあ独自路線、はい、名古屋独自路線でございますね。はい、なんだかね、バカ正直なのかな。いやそれじゃなくてないと思いますね、なかなかね。大丈夫かって感じですね。心配だね。はい、ね、ドラゴンズファンのカルロス君にとってはちょっと心配。残り物に服があるって、いや残り物を取ってくれるならまだいいんですよ。本当に取らない可能性があるんで。そうなるとちょっとまあまあね、先立つものがね、どこまで余裕があるのかというか、まあね、大谷翔平君がガンガンに打って投げて多分やると思います。で4月になるとね、これ今度ゴルフのマスターズがあるんですよね。これ松山英樹が、まあ、連覇を目指すっていうのがあって、これ連覇するとこれ史上4人目なのかな、マスターズの連覇って意外といないんですよ。まあゴルフで連覇自体が難しいからね、マッシュメジャーでって、ね、だからジャック・ニクラウスと今まで連覇した、あとリック・ファルドと、うんうん、でタイガー・ウッズが最後に連覇したのは89年、うん、90年ですから、それ以来連覇したのいないですからね。まあそれは夢のまた夢だろうけどね。ねえねえ、まあ、松山英樹も去年のじゃあ自分の状態って、その
自分の理想とするスイングが 100% だとしたら去年の状態って何パーセントぐらいだったのって言ったら 5% 以下ですとか言ってたから、うんうんうん、だから永遠に正解は見つからないって言って、まあ、あのそういう上を目指す姿勢っていうのは彼はすごいから、ね、でまあここ一番に強いっていうのはありますからね、うん、マスターズと去年マスターズと ZOZO チャンピオンシップ日本でやったね PGA ツアーの、この2つはきっちり勝ってますから他のところは結構グダグダだったけど勝負強いは勝負強い、まあでも連覇はな、まあ、難しいですよね連覇は難しい、連覇したらすごいですけどね、それは、うん、まあ前勝ったから当然ね、あの、うん、連覇ということになるけど誰も連覇って言わないよね、うん、せめてそれよりもメジャーのどっか一つでも取れること自体でもすごいからね、うんうん、あとそれもディフェンディングチャンピオンとして全員に出場するっていうことがまずそもそも僕は価値があると思うので、うん、そうそう、それだけで、うん、そもそもね、あれマスターズのディフェンディングチャンピオンってね結構なんていうのプレッシャー強くて、うん、あれマスターズチャンピオンディナーってあるんですよ、あれあのマスターズのシーン、うん、でマスターズのその前の年に優勝した選手が自分が考えたメニューで、うん、を全部の今までのチャンピオンの選手たちに振る舞って食べてもらうっていう、うん、この催しがあるんですよ、めんどくさい大会だよね、で、ま、松山秀樹の場合彼四国だよね、香川だっけ、ね、あっちじゃないですか、だから大体みんな自分のところの郷土料理を持ってきて、これをシェフを呼んできてこう作らせるんですから、讃岐うどん出すの、どうするんでしょうね、四国風の料理で、ね、何を作るんだろうっていう、ちょっとその辺の楽しみな、ある程度こうみんなのコモンセンスが取れてる日本料理を出すんじゃないですか、そうだよね、まあ、だからこれプレッシャーだよね、でも結構ね、まあでも周りがやるだろうからね、うんうん、だから美味しいって言ってもらわないとね、だからね何を出しやがったんだ松山って言われるのも嫌だろうからですね、まあそういうねマスターズでまたあって、で7月に入ると今度世界陸上があるね、今年はあのオレゴン州友人でやって、これ本当は去年やるはずだった世界陸上だけど、あのオリンピックが延期したもんでできなくなってこっちへ後ろに倒してきたんですけど、だからこの世界陸上もまあちょっとねあのいろいろな盛り上がるんじゃないかなと思います。で9月に入るとね、今度9月10日からアジア大会が中国の杭州であるんですよ、これ4年おきにまあやるじゃないですか、アジア大会前回どこでやったっけ、はい、前回どこだっけ、あれ、うん、ほとんどもうアジア大会ってほとんど印象ない、確かにまだやっとんのかって言ったこれ4年おきに、ね、やってんだけど、今回まあ注目されるこれ e スポーツが初めて正式種目に入ってくるんですよね、これアジア大会って実験的な競技を随分入れるよね、そう、まあ、カバディだとかさ、うん、なんだかだとか、はいはい、結構ね、でこれ今回のアジア大会って次回次が2026年が名古屋で開催されるんで、うんうん、まあ名古屋にとってね、うちにとっても結構注目の大会にはなるんじゃないかと思うんですけど、これ今でも e スポーツが結構すごい伸びてるんですよね、またステイホームでゲーム産業ってものすごい今伸び伸びの状態になっててどんどん伸びてて、だから今もうアマゾンとかネットフリックスとかあの辺のゲームと関係ないところもどん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  e スポーツに参入はしてきてるから、でもうね賞金もすごいじゃないですか、優勝賞金いきなり2000万とかさ、うん、3000万とか平気で出てくるから、まあでも、うん、まあそういう議論はあの、結構もうすでにあったんだろうけどさ、うん、やっぱりあれがなんでスポーツ、まあ、いわゆるフィールドスポーツなんぞな、うん、一般スポーツとしてまあそう言ったらあの将棋だとかね、うん、あの、まあ、チェスとかね、うん、っていうのをまあ昔大昔オリンピックにチェスがあったりはしたけど、うん、でも住み分けはできたはず、うん、ヨーロッパは相変わらずスポーツ欄にチェスがあったりするけどさ、はい、だけど e スポーツを入れるのってどうなんですかっていう、うん、だからまあスポーツってついちゃうからなんかあれなんだけど、うん、例えば将棋に将棋スポーツ、チェスがチェススポーツってついてるのと同じものだと考えて、うん、ただ単に別に体を動かすとかそういうんじゃなくて、スポーツっていうのってもともとまあ楽しむだから、ね、ゲームは楽しむっていうゲームですから、ね、うん、日本は体育だからね、こう違和感を持つんだ、ただ e スポーツって競技名ではないじゃないですか、それじゃ何のソフトやるんだって話になるんですか、うん、じゃそれストリートファイターをやるのか、うん、パワフルプロ野球をやるのかで、うんうん、全然違う競技になっちゃうわけなんで、全部でね大体7、8種類ぐらいやるのよ、うん、競技はね、だから一つのそれが決まってないわけですよね、多分これもうねアジア大会も決まってる、確か何になったんですか、
いろいろだから下足であるわけよ、うん、それを各競技各アプリソフトで争うっていう形になってるから、うんうん、結局だからそのソフトを一体どの基準で選んでんのかっていうのがまた多分、うんまあそうよね、揉めに揉めますよね、うんうん、そうだよね、うん、ちゃんとやるようになったらね、うん、それもう利権の匂いしかしないいろんなソフトといっていろんななんだろうな、うん、まあいわゆる将棋囲碁型のものもあれば、うんうん将棋語型はないですね。どちらかというと、まあ、対戦型がまず必ず一つあって、はい、要するに、まあ、あとボクシングみたいなやつ、うん、ボクシングとかそれじゃなくて例えば戦車同士がお互いにチーム組んで大体5人5人のチームでやりますけど戦車同士がこうやって争ってどっちが陣地を取り合うとか一つあってあと、スポーツのゲームだったらFIFA ワールドサッカー、うん、あれが入ってるよね今度ったらねだから無数にあるもんだからさ、うん、いやだから結局これ何が僕は e スポーツってスポーツとして名乗ると問題かっていうと、うん、ソフトが変わると、うん、ルールが全部変わるじゃないですか、うん、でそれは果たして、うん、競技としての公平性をどれだけ保てるのかっていうのが、うんまあ、でも1年以上前に発表するからねこれね、うん、だからもうそれを目指してみんなターゲットをチーム各チームやってくるよね、うん、これねだから今後考えられるとしては、うん、金はあるけどソフト開発する能力が全くない国が、うん、金だけ積んでものすごい粗悪なソフトだけを、うん、当てはめてくるとかも全然あるでも無理だね多分ねそれはもうそのもう e スポーツそのソフト自体が世界的にワールドワイドで展開されてるから、まあ、いわゆるクソゲーっていうやつが出てきちゃったらそれは完全に叩かれるから、うん、それは。うん、やっぱり出てきてる見た感じのゲームでは今までの e スポーツのその大会なんかでよく採用されてるソフトだよね、うん、結局はねまあなかなかでもどうなのかなあれは何 e スポーツ の, そのオリンピックだとかサバアジア大会だとかという大きな総合競技大会に、まあ、入れる以前に、うんその e スポーツとしての世界選手権みたいなのあるのありますありますありますそれはもうそれなりにこれはすごいです去年11月からが一番大きい大会やりましたけどこれが確かどうかロシアが勝ったのかな、うん、これも2000万かな優勝賞金すごかったんですけどねもう会場でドーンと大きな花火打ち上がって優勝の瞬間、うん、まあスポーツどこでも金まみれだけど、うん、これこそ、うんあれだよね、うん、ただ、ね、e スポーツの場合ってあれじゃないですかもう年齢とか性別とか障害の有無ってある程度この排除されるじゃないですかで最近日本でも老人の雇用施設なんかでその e スポーツを入れるのが出てきてそうするとそのオンラインで若い子たちと対等にできるわけですよ年寄り70代ので70代の人ですごい強い人がいるらしくてこれ体力があるなしに関係ないからある意味ねだからなんつうのかな、うん、オリンピックのような総合競技大会特にまあオリンピックってことなんで、うん、何かのこうどこまでを入れるか、うん、だってモータースポーツどうするのかとかさ、うん、だかどうな何がごとか の,、うん、限りなく、うん、膨らんでいってしまってね、うん、ベルリンオリンピックはなんか絵画もあったりとかさ、うん、そういうようなまあいろいろねだからね、うん、まあでもこれは今後ちょっとまだ e スポーツはしばらく、まあ、いや多分オリンピックは入れたくてしょうがないだと思うんですよね。これだからね、うん、だからね、うん、本当はね、うん、だから、まあ、そういう議論していくとオリンピックってまた、うん、まあここのね、うん、番組ではよく議論してる必要なんですかっていう、うん、オリンピックそのものがもう逆に大きくなることによって必要なんですかというさ、うん、逆説的な、うん、こうなんていうか問題提起になるかな、うんまあ、ジェンダーの差なんかも考えなくていいっていうのはなんかすごいその辺はなんかポジティブな考えとして取り入れようとはしてますよね。 e スポーツね、うん、男子競技女子競技とかないじゃないですかもう全部一緒ですからこれ、うんうん、でもいわゆる e じゃなくて他のスポーツでももうそういうのポチポチは、うん、出てきつつはあるからね、うんまあ、よりフェアにできるんじゃないかっていう、まあ、そういうねアジア大会がまあそこで多分 e スポーツの話題っていうのは結構9月10日からなんですけど、うん、これ出るんじゃないかと思います。であと10月4日になるとねラグビーのワールドカップがあるんですよ、うん、あもう、うん、そうかと思うでしょもうってだって19年だったでしょ、はあ、19年で、うん、19年だから23年のはずなんじゃないのこれ実はね女子なんです。ああそっかそっかそっかこれちょっとねあすいませんこれねちょっとアップにしていただければと思うんですけど
すいませんね。ね、アップにすると何が？あ、はい、これ。はい、これ、これ分かります？青い方が、うん、これ2023年の来年のワールドカップね、はい、これ男子なんですよ、はいはい、でこの黄緑の方、はいはい、これ2021って書いてあるけど、うん、あの本当は去年この女子のワールドカップって去年やるはずなのが、うん、コロナで今年に延期されたんですけど、両方とも性別一切に書いてないんですよ。同じワールドカップでしょ。そうだね。でこれラグビー協会2019年の会議で男子女子名称は分けないっていうことを決めたわけですよ、うん、なるほど。でだから両方とも同じワールドカップっていう、うんうん、だから非常にややこしいんだけど、うん、今年やるのは女子です、うんうん、来年は男子です。なるほど、ね、ただ同じ名称は同じワールドカップです、うん、だからこれ新聞社もどうするのかなと。新聞社とかメディアもね、うん、男子と名称つけちゃいけない、女子の名称って。だからそれだったら、うん、それってなんか別にジェンダーの問題いろいろクリアしてるわけでもない。ただ、うん、ただ唯一そこで問題だったのは男子の時にただのワールドカップっていうことが問題なんだよね、うん、だからそれで言うんだったら女子ワールドカップって言ったら男子ワールドカップってつければいいじゃないという、うん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 、だ多分そういう議論もあったと思うんだけど、いやそうするとまた真ん中もジェンダーももっと複雑じゃないですか今って。だからもう全部ワールドカップにしちゃえっていう話になったと思うんですよ。だからこれ、ね、それ言ってくるとじゃあ男子女子っていうふうにこれからつけていいんですかって話になってくる、ね、うん、そうなんです。まあ実際そういう議論は大事だと思うんですよ。なるんですよね、うん、紅白歌合戦じゃないですか。そうそうそう、紅白、今年の紅白もねあえて赤組応援白組応援とか置かなかったわけですよ、うん、今回は、うん、3人が全員同じ立場の総合司会みたいな形でやって、まあまあそうか、だからね、今回のワールドカップって、まあ、ラグビー協会がちょっと一足先にこういうことを、ただ話のこうなんとちょっと論点ずれて申し訳ないけど、はいはい、紅白について言うとうちの東京面のさ東京新聞の斉藤美奈子さんが、はいはい、意外にまあ面白いというかね問題提起というのかな振り返りがあったけど、実は今でこそ紅白歌合戦なんていうのはそのジェンダーの問題をことさらこう前面に出してっていうのが時代錯誤じゃないかって言われてるけど、元を正すと紅白ってね、それこそ本当に男女の平等の先駆けっていうかさ、男女で本当にさっきも出たけど本当にフェアに競い合えるもんって歌ぐらいしかないじゃん。でそこで歌だったらできるってんで始まったんです、うん、そういう意味ではものすごくちゃんとした先駆けだったっていうんだよね、うんうん、で数も一緒になりますもんね。そうそうそう、うん、それに比べればっていうかスポーツの問題を置いといて、うん、そのなんつうのかな、要するに実社会でのそれがあまりにも進めないんじゃないですかっていう問題定義だったけどね、うん、なるほどなとそれは思ったけどね、うん、で紅白でそんなに議論してるんだったらもっとちゃんとした、まあ、役員の数を同じにせいだとかさ、うん、要するに、まあ、何よりもかによる、まあ、政治家の政治家の話なんだよね、うん、でもっと言うとまあまあいいやそれから先は言わんけど、まあ、それはもう政策がもう出てこないと全面出てこないとねなかなか、まあ、とにかくラグビーのはこういう形で同じ名称になりましたということで、でもそれ言うと、はい、サッカーとかサッカーも追随これからしていくんじゃないですか、ね、だよね、まあ、だからワールドカップ同じワールドカップっていう名称になってそうだよね、うん、あと何がある、うん、野球はない、まあでも野球も男子野球女子野球ありますんで、一応ね、うん、だよね。ただまあ女子はワールドカップないか、いや、一応やってるじゃん、世界大会的なものありますんでちゃんと、うん、まあ、オリンピックの場合はね、うん、その何ぞの競技ごとに男子女子ってつけるからね、うん、まあ、だからこれ野球の男子女子を語るときに意外とあんまりみんな問題してないですけど、うん、男子の野球と女子のソフトボールしかみんな見ないじゃないですか、うんうん、女子の野球も男子のソフトボールもやってるんですよ、うん、ちゃんと、うん、だからここをみんなちょっと、まあね、まあまあ、ちゃんと見逃さないで見てほしいっていうの、うん、そこで似たスポーツを両方入れてチャラにしてるってね、うん、本当オリンピックの今検証に入ってるのかな、うん、男子と女子両方ないとダメだったでしょ、うん、それに言うとなぜこれを言うかというと女子の野球も男子のソフトボールも日本は強いからです。そうですね、うん、じゃあやってる人たちは ね、何見向かさないちょっとかわいそうだね、うん、いやまあ、女子の野球はこれからでも確かに
あの登ってくると僕は思うよこれ、うん、あの去年甲子園で、うん、あのね、うん、あえて高校野球が高校女子野球が初めて甲子園球場で決勝をやったし、うんうん、あとプロ野球が今西武と阪神が、うん、あのね、あの女子野球チームって、うん、で巨人も今度はね、はい、ね、ドラゴンズはまだ何も聞いてないですけどね、うんうん、まあでも高校だけで40チームぐらいあるわけだから、うんうん、もともとあった女子プロ野球のチームがもうちょっとね実質的に選手いなくなって休部状態だから、うん、そのそこからまあちょっとどっか所属しなきゃならない選手もいっぱいいるから、うん、また入ってきてね、いろいろな形でこう工夫しながら、うんうん、見せる要素を入れながらやっていくんじゃないかなと思いますので、うん、女子野球はこれからちょっと伸びていくんじゃないかなって感じはします。はい、まあそういうねラグビーはあります、まあ、ちなみにあの女子のラグビーはもうニュージーランドが圧倒的に強くて、今までのね優勝のチームもほとんどニュージーランドが勝って、今回の開催地も初めてニュージーランドでやるんで、まあでも南半球を除くと、まあ、人口は、競技人口は少ないんでしょう、うん、これ当然15人制だよね、うん、はい、そうです。でそれラグビーのワールドカップが、ね、終わると今度はまあ11月からあのサッカーの男子のワールドカップですね、うん、はい、が11月21日カタールで始まるんです。そっか、そうなんです。ただこれもこれこそ人権問題で揉めに揉めてるんで今そうか、今年、あそこ1年伸びた今年か、はい、ワールドカップでか、うん、カタールの対戦、はい、カタールで、うん、人権問題、要するにカタール の、 あのスタジアムっていうのは、うん、外国からの移民労働者をものすごい低賃金で雇って病気になっても働かせ、死にかけたらもう掘ってんじゃないかっていう、砂漠の真ん中でね、もう好き勝手やってるんですよねあれね、その辺をもうちょっとちゃんと掘っていかないとダメだよね、報道的にはね。いやいや、ね、全然伝わってなかった、ね、まあほとんどゼロからだもんね、あの辺のスタジアムはね、今回のスタジアムしかも全部室内スタジアムになるんで、そうそうそう、すごい大掛かりな工事だったはずなんですよ。しかしでもいかに金があるといってもよく FIFA も選んだよね、今更ながら、やっぱりオイルマネーオイルマネーの力ですよ。しかもシーズン中断するんですよ、日本は、ね、あの、ね、春秋制なんであれですけど、うん、向こうは夏始まりで、うん、1回リーグ中断してワールドカップやって、うん、決勝終わった1週間後もう始めるんですよ。そう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 、めちゃくちゃなスケジュールですよ。めちゃくちゃスケジュールになっちゃうねこれね、まあ、まだ日本もねあの出場が決まったわけじゃないんだけど、まあ今3連勝してて、まあまあ、あと残り4試合かな、うん、残り4試合でそのうち3試合がホームだから、まあ、おそらくもう出るのは間違いないんじゃないかなって今のところ思ってるんだけど、ただ今回のワールドカップですごい変わるのってあれだよね、放映権がまだ、放映がどうなるかまだ分からないんだよね、うん、テレビの放映が、だからこのあれじゃないですか、今やってる予選もアウェーは全部ダゾーンじゃないですか、うん、要するにネットを通す、ダゾーンと契約してないと見られる、地上波流してないんで、ホームしか、うん、ホームしか見られないです、うん、はい、だからこれってもうものすごいその額200億円かなんかを放映料を要求してきたのかな、電通、うん、がジャパンコンソーシアムってあの日本の放送を取りまとめてるところに、でこれね、NHK がもう、一番はお金はあるんだけど、オリンピックにかなりのお金を投入しちゃってるもんで、やっぱりちょっとそんなお金ちょっと出せないと今のところっていうなってて、でこれもね調べてみるとね、これ1998年のフランス大会日本が初めて出て、はい、この時って NHK ってねたったの5億5000万なんですよ、放映料で、これがね2002年の日韓大会でこっから電通が本格的に入ってきたんだけど、この時は60億円だったけど、5億5000万、60億円、10倍に跳ね上がってる、うん、で、その後18年のロシア大会、2018年のロシア大会になるとこれ600億円になってるんですよね、全部だからもう、どん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 なって、うん、で、今もこのアジアのこの最終予選も含むワールドカップ全体の放映権って中国系の FMA っていうこの企業をね、うん、持ってて、これが全部でこのパッケージで2450億円で買ってるもんで、うん、これを分けてもらう形になってて、うんうん、でそこで今こうガシャガシャって、うん、まだ全然交渉が決裂が続いてるっていうから、うん、もしかしたらワールドカップ自体も地上波じゃ見られないっていう事態が出る、うん、まあ、ただ今も予選は地上波では一応、あ、日本のホームだけ、日本ホームの試合見れてて、
アウェーの日本の試合はダゾーンでしか見れないっていう風になってるんで、少なくとも日本の試合に関しては地上波は頑張ると思います、うん、そうだね、今次の大会までは。ただなんか地上波によっては、うん、視聴率 60% 取れてもそんな金出せないっつってなんか言ってる、ピンミッポンもあったりするっつって、うんうん、まあ、だけどそれあのその数字だけ聞くとどうやったらペイできるのかなと思っちゃうけどね、うん、だから赤字覚悟で持ってくるしかないですよね、うん、だからねもうね、うん、だから NHK の場合だったらまあそれをさ保衛権保衛なんと、できるんだろうけどさ、あの民放やなんかそれ、うん、あの全くそれあの買えないでしょ、うん、そう買えないわけだからずっと決裂が続いちゃってるんですよね、うん、未だに決まってないっていうから、これだからまあね、今年のスポーツ界ってある意味そういうテレビの放映から見ると女子ゴルフでもあれじゃない、ネットテレビでね、うん、もうゴルフの試合ほとんどやるっつって、まあ今年去年の場合はそれ有料でネットテレビやったらほとんど見る人がいなくてちょっと頓挫しちゃったんだけど、うん、でもまだまだそういうのを諦めてないから、うん、だから放映スポーツの放映自体がすごいちょっと大きく変わる転換期には入っていくのかなって感じはしますね。そういう額を提示するってことそれででもこうなんていうかな、うん、はけてるからそういう数字になってるの。そう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 、世界的に、それのこうなんとコマーシャル効果っていうのはダゾンなんかはだってあれもともとは、うん、あのブックメーカー要するにあのかけやがもともとやってますから、かけやとほらヨーロッパとかどこでもテレビたくさんあるじゃないですか、そのかけてるところで、そこで放映するために買ってるわけですから、だからお金はものすごいいくらでもどうぞなんですよ、どんどん買いたいんですよ。だからそういうところにも押し上げられちゃってるから、いわゆる旧来型というか、あの既存のメディアというかさ、割り送ってどんどんタッグになっちゃって、そうそうそう、だったらもう そこはそこで逆に言うともうそんな払いになって手引けば、うん、手引いた場合はそうするとこう一般の視聴者を割り送る形になるんですし、そのスポーツ自体も普及がなくなりますよね。だん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 ね、うん、要するに自分の首を最終的にあんまりそのことやってると首絞めるよね。今のアジアね、このワールドカップの最終予選も、あ、そうか、アウェーダゾンでしか見られないのかと思ったんだけど、うん、あのさっき最初の番組の最初の言ったけど、あのドーハの悲劇もジョホーバルの歓喜も、うんうん、ね、ワールドカップのあれってアウェーじゃないですか両方と も,、うん、もあれがだから地上波で見られないっていう状態だったわけですよ ね, ね、そういう歴史的なものを見られないと、うん、その記憶に残ったからその、そのスポーツの魅力が伝わって、うんうん、あの普及にもつながったわけだから、うん、それがなくなると首絞めちゃうよね、スポーツ自体はね。だからものすごいその辺ね、だからそれ FIFA だとかそういうところはちゃんとやっぱり主導権は何やかんやって、そういうところは FIFA だとかね、国際スポーツ連盟が握ってんだから、もうちょっとこうその辺はさ、やはりスポーツ文化という側面を考えないと首絞めちゃうよね。そこはさ、どういうふうに、例えば紅白も今回視聴率史上最低だったじゃないですか。あれはしょうがないよね、ね、ひどかったよね。まあまあ違う話になっちゃうけど、で箱根駅でも、まあ、さっき言ったように史上17位、まあ、あれもいっぱい前やる。でもともと若い子がもうテレビ見なくなってきたっていうのもやっぱりそれ背景にあるんじゃないか、ね、でこの辺も多分見越してるとこあると思うので、ネットのやつってね、あれこうみんなスマホで見てるじゃんみたいな、そうそう、で、うん、紅白なんか見るとさ、紅白はその若い人にも見てもらおうと思っていろんなことやって見てるとさ、うん、引いちゃうよね、何をやりたいんですかって感じになっちゃって、ただ若い子がじゃあダゾン払う金があんのかって言ったらないですよ、ないよね、どこも今どこも加入で980円が一番安く、いや痛いっすよ若い子の980円は、この辺のこの塩梅っていうか、要するに うん、ものすごいいろんな意味でミスマッチが始まってるよね、これがねこの1年間いろいろ出てくると思うんで、そうだね、うん、それがどうなっていくのかっていうところはちょっと、ね、メディアの問題としてね、そうですね、今年はしっかり考えますか、ね、うん、若い子お金ないし、僕もフリーになって、はい、あの低収入なくなりましたから、あんまりお金払えないですからね、はい、だからね、はい、できることならあの安く見たいなみたいな感じはしますけど、はい、はい、今回も、オープンにお伝えしました、また来月第1木曜日初回放送始まります、また今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。